はい、始まりました。石門チャップ TV。 2021年1月21日現在、各チーム新体制が続々と発表され、ついに1月20日、我らが京都サンガ FC も新体制が発表されました。そこで2021年シーズンへ期待が膨らむ中、本日のトークテーマ、2021年シーズンに向けた京都サンガ FC の移籍動向と今シーズンの展望を語ろうということで、2本立ての動画をお送り届けたいと思います。前半は対談選手ありがとう、他サポの皆さんこんな選手ですよ編、そして後半はようこそ新加入選手ぜひともよろしく、2021年シーズンの展望編、スタメン予想も行ったりなど、以上この2本立ての動画をお送り届けたいと思います。今回の動画ではまず前半編の2020年シーズンをもって京都サンガ FC を対談となった選手を一人一人感謝の気持ちを込めて、対談選手ありがとう、他サポの皆さんこんな選手でしたよ編を語っていきたいと思います。それではまず2021年シーズンに向けた京都サンガ FC の移籍動向、1月21日現在はこの通りです。移籍先が決まった選手と決まっていない選手もいますが、今年も相変わらず多くの選手が抜けました。特に違和感はありません。毎年多くの選手が抜けて多くの選手が加入するのが京都サンガ FC の恒例行事的なところがありますので、とはいえ昨年のサンガの移籍情報を見てみると19人アウトの17人加入で、今年は16人アウトの11人加入なので、今年はまだ選手の入れ替えが少ない方かもしれません。まあ昨年が多すぎただけかもしれませんが、また今年の対談選手の傾向をおさらいしていくと、主力の対談という部分では比較的残留してくれたと思います。主力レベルで移籍したのはウェイビス選手と、途中加入で攻撃を牽引した仙藤圭也選手が J1 へ個人昇格移籍、あと怪我と年間通してフルではなかったんですが安藤選手と石光選手のまさかの引退、あと序盤戦は主力だったんですが金久保選手と中川選手が同じカテゴリーの水戸と琉球への移籍が挙げられ、昨年の小山津選手に、一味選手に、仙藤圭也選手の3トップ全部抜けと、重弘選手に、エスクデロ選手、あと、田中マルクス・トゥーリオ選手の引退などと比べたら、今年のアウトは残念ではありますが、チームへの影響力は昨年に比べて比較的小さく済むと思っております。ただ残念なことに、サンガアカデミー出身選手の相次ぐ契約満了、服部選手に、荻野選手に、島村選手に、江川選手と、トップチームのリーグ公式戦にデビューすることなく揃って対談は、まあ悲しい。それくらいプロのレベルは高いという表れかなと。まあそんなネガティブ情報の多い対談選手について、上から順番に一人ずつ一言感想レベルで語っていきたいと思います。それでは早速。まず一人目、大野洋平選手。2020年シーズンからレンタルしていた富山に完全移籍。サンガでは2017年から在籍して3年間、34試合5ゴールと物足りない結果に、かつて沢登氏が一押しする期待の大型フォワードでしたが、期待に応えられず、ヘディングでのゴールのイメージが強く、センターリングやコーナーに合わせるのが上手い選手でした。ペナルティエリア内でのしたたかさは持ち合わせているんですが、ペナルティエリア外でのキープ力等はあまりあるとは言えず、試合に消えることが多いため、スタメンには少し持っていきづらいところ。カターレでもスタメンには入れていないものの、得点はなんだかんだ取る選手ですので、レンタル席に完全移籍となった富山では、フォワードの選手がたくさん抜けているので、2021年シーズンこそはスタメンで J2 昇格に向けて頑張ってほしいものです。そして次二人目、服部康平選手。2019年にトップ昇格しており、ロンドリーナ、ブラジルと、あと JFL の宮崎へのレンタルを経て契約満了。移籍先は現在未定と、サンガでの成績は0試合0得点。2年で見切るあたり本当に厳しい世界。かつては服部選手、高校世代最高峰のリーグ、プレミアウエストで15得点と、得点王になってでも、プロの舞台では出場機会さえ与えてもらえず、2年で契約満了は本当に改めてプロの世界は厳しいところだと感じさせられます。身長もあまり大きくないだけに、結果重視タイプの点取り屋としては、得点を取る機会さえ与えてもらえなかったのは悔しさが残るところ。20歳とまだまだ若いだけに、下位カテゴリーで持ち前の得点力を発揮して、再び J リーグの舞台で活躍する服部選手が見たいものです。そして次3人目、仙藤圭也選手。横浜 F マリノスからレンタル復帰しておりましたが、そのレンタル元である横浜 F マリノスに復帰するのではなく、同じ J1 のサガン鳥栖に移籍。
2020年シーズンは19試合6得点。移籍する前の2017年から2019年までは99試合16得点と、近年の京都サンガ FC の生え抜き選手としては一番の実績なんではないでしょうか。それだけにまず2020年シーズン帰ってきてくれて本当にありがとうと言いたい。2020年レンタルで途中加入ながらも完全にサンガの中心選手として躍動してくれました。攻撃センスが抜群でプレー判断が何よりも良い。サッカー IQ の高さを感じますし、ピーター・ウタカ選手に物おじすることなく堂々としたプレーぶりは、もう J2 の選手ではないことを明らかに証明しておりました。サンガサポーターとしては残ってもらいたいけど、彼のためを思うと J1 でプレーする資格は十二分にあるので、サガン鳥栖で小山津選手とのホットラインを楽しみにしたいと思います。そして次4人目、金久保純選手、水戸ホーリーホックに完全移籍。地元茨城に凱旋して、しかも背番号10番と、これまた相性バッチリの移籍かなと。サンガでは2018年から60試合3得点、そしてスルーアシストが大体4くらいと、この選手の遊び心あるボールタッチとポジショニングの良さは格別でした。2018年途中から加入して、降格しそうなサンガを救ってくれて、かつ2019年シーズンのポゼッションで圧倒する京都の象徴になってくれました。金久保選手のスルーが生きるということは、選手の距離感がいいという証拠で、2019年シーズンのサンガの象徴として、金久保選手が挙げられるのではないでしょうか。そして移籍先の水戸ホーリーホックでは、前線に選手を密接に配置する秋葉監督が掲げる攻撃的なサッカーの中では、金久保純選手のポジショニングの良さと技術力、そしてセンスを感じる裏パスは、遺憾なく発揮されると思いますので、サンガとしてはお得意のフルス戦恩返しゴールなどの活躍をされないか個人的に心配しております。そして次5人目、中川和樹選手、 FC 琉球へレンタル移籍と、かつて J2 昇格の中心として大活躍したフルス FC 琉球への復帰は、これは琉球のサポーターからしたらめちゃくちゃ嬉しいニュースなんじゃないでしょうか。かつて2018年32試合16得点と J3 の舞台で大活躍しており、迎えた翌年の2019年の J2 で3試合出場してすぐ横浜 F マリノスに電撃移籍した経緯があるので、琉球サポーターとしては J2 で共にシーズン通して戦えるとなると、サポーターもですし、中川選手自身もモチベーションが高いんじゃないでしょうか。2020年の京都に至っては16試合2得点と、仙藤圭也選手の抜けた穴を補う役割が期待された中、それには応えられず、サネヨシ監督のサッカーでは持ち前の技術力を活かせなかったかなと思います。しかしこの選手こそサンガあるあるの他チームで大活躍っていうのがあるんじゃないかなと個人的には思いますので、かつてエースとして君臨したチームで中川和樹選手再起なるのか、ここも要注目かなと思います。そして次6人目、ジュニーニョ選手、栃木 SC に完全移籍。これも相性バッチリの補強だと思います。2018年から3年間、49試合5得点、浦和に移籍した栃木のハイプレスサッカーの体現者である秋元選手の抜けた穴を塞ぐにはもってこいの人材。さすがに秋元選手ほどの結果と持久力を求めるのは酷な話ではありますが、ジュニーニ選手はブラジル人らしくない秋元選手ばりの献身的な走りは保証できます。なんせ彼はもう真面目な選手、それもあってプレー判断はあまりよろしいとは言えず荒削りではありますが、短い振りで強いシュートを打てますし、ボールを奪うのが非常に上手いので栃木 SC のサッカーにハマると思います。顔は老けててベテラン顔ではありますが、26歳と若いのでジュニーニ選手の覚醒はこれからあるんじゃないかなと注目していきたいと思います。そして次7人目、ミッドフィルダーのレナン・モッタ選手、契約満了と移籍先は未定。2019年シーズンは17試合出場で無得点。サンガのレジェンドである中山選手がスカウトしたミッドフィルダーということで期待膨らんだんですが、2年間の成績を見ると物足りなさを感じます。しかし思ってるよりかは悪くない選手、縦パスを積極的に狙う姿勢は面白いですし、守備もタイトにいけて献身的なので、もう少し試合出場の機会を与えると日本のサッカーに合いそうな素質は感じるだけに少しもったいない気もします。しかも彼は日本でのプレーを望んでいるようでしたので、なおさら。しかし助っ人レベルかと言われたら確かに物足りなさは感じるので仕方がないのかもしれません。そんな持った選手がどこのチームに移籍するのか、日本の他のチームが獲得することを個人的には祈っております。そして次8人目、荻野光大選手、契約満了と移籍先が見て、サンガでの成績は0試合0得点。
2015年に2種登録しており、2016年トップチーム昇格と、この選手は早い段階から期待されていたホープでしたが、その期待には応えきれず、さぬきに宮崎にブラジルに三重県と、この5年間で転々とし、サンガに在籍している期間よりか、他のチームでプレーしている時間の方が長かったです。トップチームでの出場はならず、これが本当に個人的には残念。背も高くて真面目な選手で技術力もあるので、可能性はあるんですが、まあ一度下のカテゴリーでやり直して、自信をつけ直して、サンガを見返す活躍を期待しております。そして次9人目、島村拓也選手、FC 今治に移籍と、この選手は2017年トップ昇格するも、サンガでは0試合0得点、サンガに在籍して以降は、岐阜にブラジルにセレッソとレンタル移籍するも、絶対的な活躍はできず、最終的に FC 今治に、セレッソではサイドバックで割と出場していただけに、復帰するかなと個人的に期待していたんですが、まあこの移籍に関しては残念。ボールを扱うテクニックに関しては、もうチームで一番ぐらいのレベルで、めちゃくちゃうまく、フットサルとか、草サッカーとかやらしたら、もう本当にサンガの中で一番戦力になると思うぐらい、本当にボールの扱いがうまい選手。ファン感とかのちびっこ相手に対するドリブルとかは、マジで遊び心があって魅了されますし、本当にこの選手が他のチームに移籍するのは個人的にショック。しかし、プロのサッカーではボールを持っていないところでの動きの方が重要であり、天才肌系のボールタッチ能力から、ボールの引き出しとフィジカルの部分を強化すれば、また再度 J2 以降のカテゴリーに上り詰められると思いますので、J3 の FC 今治で、京都サンガ FC を見返す活躍をしてほしいと思っております。そして次10人目、黒木雅人選手。この選手はカターレ富山に完全移籍と、2020年は6試合0得点。2020年シーズンギリギリで獲得した選手で、かつてのセレッソ時代と比べたら完全に守備の選手になったという印象があります。庄司選手のプレーするワンアンカーなどの位置で起用するかなと思ったんですが、ポジション確保までに至らず、しかし昇格の可能性が消えてから出場機会を増やすなど、3バックの一角としてプレーした時はそれなりに良かったです。彼がスタメンの時は負けていないという結果もありますので、選手としての意地は見せてくれたかなと、長崎でも背番号10番を託された選手ですので、J3 での活躍に期待しております。そして次11人目、安藤潤選手がまさかの引退。京都サンガ FC のブランドアドバイザーに就任ということで、この選手こそサンガの象徴そのもの。2007年からサンガでの成績は234試合13得点。2007年から2013年までの在籍で J1 昇格に J2 合格、そしてプレーオフ敗退を経験しており、その後後味の悪い移籍をしましたが、2019年に復帰して、2019年シーズンのサンガの躍進を支え、かつ歴史的大敗も経験し、サンガの歴史をサポーターと共に歩んだ男と言っていいでしょう。それだけに彼の引退はショックでもありますし、驚きました。正直2020年シーズンに出場した試合では、起点の効いた持ち運びや縦パス、そして老下の守備にコーチングなど、ベテランの選手らしくチームへの多大な貢献をしていただけに、もう一年選手として見たかったのが正直な感想。彼こそまだやれるやろうにの代表なのかなと。しかし怪我により思うようなプレーができなくなったということですので、ここばっかりは仕方がないのかなと思います。かつて J1 時代のサンガを経験している貴重な現役選手だったので、ひとまず長年の現役生活お疲れ様でした。そしてありがとうございました。そんなサンガのスタッフ入りした彼ですが、早速ブランドアドバイザーとして現場の安藤でチームの情報を伝えてるあたりはかなりグッドなのかなと。また違った形でサンガに貢献する安藤氏を見守り続けようと思います。とりあえず現場の安藤は欠かさないでほしいっていうのを個人的には思いますので、よろしくお願いします。そして次12人目、石光陽介選手がまさかまさかのこれも引退。ヴィッセル神戸や名古屋グランパスでもインパクト抜群で、 J リーグ屈指の右サイドバックの選手だったのかなと。京都での成績は230試合9得点。サンガが失意の2年連続 J1 昇格を逃した翌年の2014年シーズンから7年間京都サンガ FC に在籍。この選手の加入以降、サンガはまた新たなステージに変わったことを象徴する選手だったのかなと思います。サンガの右サイドといえば石光選手でしょう。彼から生まれた得点は数えきれず、特に大黒選手とトゥーリオ選手へのアシストはサンガファン以外の方にも印象に残るくらい数多く結果として残しているのではないでしょうか。全国区になったフリーキックも映像として残してくれましたし、スピードと精度の高さを兼ね備えたキックを失うのは本当に惜しい。彼がコーナーキックを蹴ると点が入る気が本当にしましたし、鉄人としてどのシーズンもほぼ怪我なくプレーしておりました。しかし唯一2016年シーズン中に左膝の半月板損傷と大きな怪我をして、2016年シーズンは正直もう終わったと思ったんですが、そこからまさかの回復力で復帰。シーズン中への復帰は本当に驚きましたし、
この石水選手が復帰して以降、チームも調子を取り戻すなど、本当に鉄人で、かつ貢献度の高い選手でした。彼と一緒に J1 昇格したかったと思わせてくれる最高の選手でした。本当に長い間、現役生活お疲れ様でした。そして次13人目、ディフェンダーのウエービス選手が J1 の大分トリニータへ移籍。そりゃそうだなと納得の移籍。2019年シーズンから28試合出場で0得点。あの名門明治大学から加入した有望株で、2019年あのトゥーリオ選手を慕って数多くの J チームが競合する中、京都サンガ FC を選んでくれたとのこと。2019年の1年目はプロと大学との選手に対する間合いの取り方のレベルの差についていけず、シュートを許してしまう場面が見受けられましたが、2020年シーズンはプロのレベルに慣れていって、持ち前の守備力を遺憾なく発揮。サンガの無失点時代を数多く演出してくれたと思います。彼がスタメンに入るようになってから2020年シーズン初の3連勝達成と数字としても結果が出ており、本来いるべき J1 に納得の個人昇格移籍。ビルドアップの部分で不安要素があるので、それこそ片野坂監督に改善してもらえれば J リーグ屈指のセンターバックになる素質はあるので、2021年シーズンのウエービス選手の活躍は要チェックなのかなと思います。そして次14人目、江川元気選手、JFL のいわき FC に移籍と、この選手のサンガでの実績は0試合0得点、サンガでのトップデビューならず、2年間で契約満了と、これまた意外、20歳という年齢で契約満了になるくらい、まあプロのサッカーのレベルは高いのかなと思わせられるんですが、プレーを見ることなく退団は非常に悲しい。サンガサポーターがそのまま選手になったような喫水のサンガっ子で、選手としてプレーする姿を本当に見たかったです。彼も実際プレーしたかったと思いますし、ただカテゴリーは下がりますが、サンガを見返す活躍を期待しております。そして次15人目、宮城正文選手が今年から J3 で戦う宮崎に移籍。2018年シーズン加入で15試合0得点、2020年シーズンは出場なしとそのままフェードアウト。しかしこの選手がピンチヒッターとして2019年シーズン出場した試合に関してサンガは意外と勝利しており、お守り的な存在に。これは結果論ではありますが、守備力は悪くないと思ってます。しかしボールを持った時のつなぎはちょっとといったところ。個人的に印象に残っているのが2019年シーズンの開幕戦、宮城選手とウエビス選手がセンターバックコンビで出場した試合。その2019年シーズンからポゼッションを主体としたチームの中で、めちゃくちゃウエビス選手と宮城選手がボール持った時はヒヤヒヤした記憶があります。しかしそんな試合でもなんとか無失点に抑えたりと、長所と短所が受け彫りになっていたので、サンガでは絶対的立ち位置になれず、レノファ山口 FC のイメージも強い方が多いと思いますので、まあそういう実績があるだけに宮崎での活躍を見守っていきたいと思います。そして次最後に16人目、ゴールキーパーの加藤選手が契約満了で退団。2019年シーズンは15試合と、森脇選手に次いで京都の元気印的存在。2019年は彼がゴールキーパーになってから4連勝達成や PK ストップなど目立つ活躍がありましたが、2020年シーズンは出場0試合。かつての浦和時代と比べると太った感は否めないところもありますが、 SNS での活動を見てても感じる通り、試合以外での貢献度も非常に大きく、チームの雰囲気を作ってくれた選手。惜しい存在ではありますが、今後のサッカー選手もしくは抹茶モーレでの活動など頑張ってほしいなと思います。以上、京都サンガ FC の2021年シーズン1月21日時点での対談選手16人の紹介でした。今後の活躍を祈っております。そして次回は後半編として、ようこそ新加入選手ぜひともよろしく、2021年シーズンの展望編、そして開幕スタメン予想などもお送り届けたいと思いますので、こちらの動画は次回お楽しみに。以上、今回の動画はここまで。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。